はい、いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとこっちのパソコンのカメラ、音小さかったらすいません。ちょっとボリュームを上げていただいて、よろしくお願いします。はい。NHK ジェンダー体操というのが超話題で、もう144.2万になってますね、今ね。はい。まあ他の人もね、もうたくさんやってるので、延べ、まあ、再生回数っていうか、このツイッターですけどね、全部ツイッターですけども、どのぐらいになってるんでしょうかね、国民の。まあね、テレビ自体見てる人もいるから、まあ、多くの国民がもうこれを見てるっていうか、それでまあ、どう思ってるかはね、まあ、その人のあれで変わってくると思いますけども、はい。まあ、NHK ですからね、天下のね、はい、これが、超話題で、はい、マジで頭おかしいとか、子供に悪影響しかないとかね、このジェンダー体操でですね、ツイッターで検索してみてくださいませ。昨日ね、これ自体をね、アップロードしようとしたら、ブロックされてできませんでした。ただ、まあ、ペナルティはつかなかったんで、まあ、良かったかなと。思います。はい。それから、山崎パン、話題のね、悪名高き山崎パンね。はい。これもね、ツイッターで検索してくださいませ。はい。これはニュースエブリデイ。はい。もういろんな人がやってますので、はい。はい。ね、大変ですね、山崎パンってね、もうお正月からね、山崎パンはアンパンマンじゃなかったっていうね、録音したと思うんですけどね。はい。はい。まあ、このチャンネルにはやってないかもしれないですけどね。はい。ちょっと、はい。まあ、山崎パンで、まあ、いろいろ調べてくださいませ。はい。いろいろね、添加物とかいろいろですね。はい。それから、これね、言って、これですね、フラットアースさんの、フラットアースさんですね、有名なね。月は自転していない。これもちょっと入れときます。はい。これ結構ね、それでこのフラットアースさんの、コメントをね、こうやって、もう今増えてるかもしれないですけど、はい。この、まあ、重力は6分の1とかなんとかって言われてんですけど、まあ、そもそもね、ホログラムだっていうのはもう言ってる人は長い間ずっとね、もういつ言ってから言ってんのかですね。あとは、月は人工衛星だったとか、そういうのもね、それは、ロシアだっけな、公共新聞に載ったんですよね、前ね。そう、その記事取ってあるかな、私。それをね、やったのがあの方だったんですよ。なんつったっけな。ちょっと忘れちゃった。相当昔ですけどね。月は人工衛星だったって公共新聞が出したんです、どっかの。ロシアだと思ったんですけど、まあ、それから、まあ、それとは別にホログラムって言ってる人もいるし、まあ、重力6分の1で存在するって言ってる人もいるし、あとは、あれですね、ニコンの5万円のカメラっていうのは100キロぐらいまで撮れるらしいんですけど、それで38万キロの離れてる月がのクレーターがバッチリ撮れるっていう、なんか不思議なね、そういう話もずっと前からね、相当昔から言われてますよね。そのもっと前は何だろうな。あと、まあ、ニコンのカメラっていうね、それで水平線撮ってる人いっぱいいるしですね。なんか、あとね、私は東京都庁 都庁思い出ピアノからね、やりましたけどね。フラットアースなんじゃないかと。どう見ても平面っていうかね。まあ、あとは地球のですね、ほとんど水でできてるわけです、地球はね。あ、宇宙戦艦ヤマトにもありましたけどね。はい。はい。アクエリアスっていうね。水で、人間自体も水でできてますしね。水とかばい菌とかでできてますね、人間ってね。ばい菌とか細菌とかね。まあ、ほとんどばい菌でできてるんじゃないですか、人間なんてね。水とね。はい。
まあその他ね、まあいろいろ調べていただいてね、ちょっと私は分かんないですけどもね、はい、いろいろお調べくださいませ。はい、ね、いろんなことね、まああれと量子力学になってきますね。量子力学、素粒子は17種類ということですね。それも結構もう長い間言ってますけどもね、はい、はい、それでまあなんかね、言いたいことがある方はね、コメントとか書かないでですね、ぜひね、インスタグラムピアニストピヨピヨまでお電話ください。コメントを書いていただいてもあまりね、うん、それよりね、なんかデモもあるみたいですね。デモもしょっちゅうやってますからね、デモに参加してね、人と話すとかね、私もちょっと行ってみよう、デモには参加しないけど見に行ってみようかなとかちょっと思いますけどね、はい、はい、ね、うん、またね、あんまりこう名前とか書かない方がいいような気がしますね。反政府になっちゃうからね、うん、だからできるだけですね、戦わないでですね、うん、戦わないで見に行くのは自由ですからね、これはね、はい、だから反政府にならないようにですね、情報だけ取り行けばいいっていうかね、はい、そういうことだと思います。はい、それから福島の兵庫小学校が、これがもうツイッターでもうすごい話題ですね。はい、これはもうこれトップですね。はい、ぐらいですね、まあまだいっぱいもういくらでもありますけども、今日はこんだけですね。はい、長くなっちゃいますね。はい、どうも、すいません。もっとね、あとなんかね、いろいろ、はい、言いたいことが教えてくださる方はね、インスタグラムピアニストピヨピヨまでね、お電話ください。コメントはやめてくださいね。はい。はい、これは別に私ここに載ってることをこうやって喋ってるだけなんで、私にどうたらこうたら言われても困りますのでね。はい、その載ってることを喋ってるだけですから。はい。はい、どうもすいません。失礼します。